はい、えー、とおはようございます。えー、とちょっと映画のレビューを久しぶりにしたいと思います。えー、今日はですね、これですね、トリプルヘッド・ジョーズっていう、あの、サメに襲われる映画です。これ作ってるのが、あのアルバトロスっていう会社で、えーこれサ、サメ映画専門に作ってる会社ですね。でえーともう 何十作とサメに襲われる映画ばっかり撮ってて、えーまあ、B 級なんで予算も低そうな感じなんですけど、えー、これ頭が3つあるキング・キドラみたいに頭が3つあるサメが襲ってくるっていう映画です。でこれの前の作品でダブルヘッド・ジョーズっていうのがあってそれは頭が2つあってそれの続編でトリプルヘッド・ジョーズっていうだんだん頭が増えていって、えー、さらになんかあのすごいもんすごいだろうっていうそういう映画です。 えー、B 級なんでもうストーリーとかもうめちゃめちゃですただ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 サメに襲われるっていうだけで、えー、普通に考えてサメなんで陸の海から上がってこれないので、えー、と陸の奥の方にいたら、えーまあ、襲われないんで大丈夫だと思うんですけど、えー、なぜかこの,、まあ、あの登場人物は何か理由をつけて浜辺に行こうとするんですね。で浜辺にに行っててさらになんか理由をつけて 水に入ろうとするんですもうそこにサメがいるのに水に入ろうとするんですね。で1人が入って襲われそうになるとそれを3人ぐらいが助けに行って全員食われるっていうでそれの繰り返しが延々と続いていくっていう映画です。でえっ、ー、とよくわからない説得力のない会話がずっと続いてで最終的に、えー、なんか よくわからない作戦を思いついてでやって最後にこのこれを倒して、えー、ハッピーエンドになるっていうあのーまあ、な全くストーリーとしてはもう説得力はないんですけどただただサメに襲われるシーンがずっと続いていくっていうそういう映画です。えー、まあこういうのあの昔あったジョーズ「上手上手」 を作ってる会社とは全く関係ない会社が作ってる映画です。えーでは